それではゲートウィング社の X 役のご紹介をさせていただきます。こちらに2台ありますけども、こちら両方とも同じ機体でございます。こちらが飛行機になってまして、無人の飛行機になってまして、自立飛行をするものです。で、基本的な目的としては地方のですね、画像を撮影して戻ってくるというようなところを目的とした商品でございまして、あらかじめ設定したエリアですね、の撮影を自動的に行って帰ってくるというようなところがこの商品の特徴になってます。あとはですね、通常のやり方と違いまして、汎用品のデジタルカメラを使っておりまして、こちらでたくさんの画像、地表の画像を撮ってくると。で、この画像を使って3次元のデータですね、あとそれを使って正規化、画像の正規化を行って1枚の絵を作成するというものです。で、電動で飛びますので、大体1時間ぐらいの飛行ができましてですね、平均速度60キロで飛びますので、大体60キロぐらいの航続距離があるものです。それぐらいの距離であれば自動的に飛んでいって、写真を撮って戻ってくるということができるようなシステムになっております。もう少し細かいところをご説明させていただくとですね、こちらがワンパッケージになっているんですけれども、左側に見えている黄色いテレビみたいなものですね、こちらがコントローラーになってまして、実際飛んでいる間のですね、飛行のモニタリング、どこを飛んでいるのか、景気の状態がどうなのかというのを無線で地上にいて把握することができるような形になっています。で、こちらの、黒いもの、これは機体なんですけれども、この一番前に乗っかっているこのバッテリーですね、こちらでこのモーターを動かしてプロペラで飛ぶというような形のものになっています。で、先ほども話しましたけど、この、カメラの部分、こちらリコーさんの汎用品を使っておりまして、こちらをですね、位置情報 GPS がついておりますので、GPS の位置に従って自動的にトリガーが引かれてですね、所定の位置で画像をパシャパシャパシャと撮影していくというような形のものになっております。